はい、皆さんこんにちは、山田まこちゃんです。本日はこういった設計がある道での安全な登り方、キックステップについてお話ししたいと思います。春とか初夏の標高高い山、今日は標高低めなんですけど、早い時期に来るとこういった雪道があるんですよ。で、ある程度傾斜あるところだと気をつけて登らないと滑落して怪我をする恐れがあります。で、そうならないために軽アイゼンをつけるのがベストなんですけど、ない場合はキックステップで登ります。こんな感じです。しっかりと足場を作ることができます。普通だとこうやって切れちゃいますね。こうやって歩くことによって安定した足場を確保することができます。普通に歩くとこうちょっと滑っちゃうんですよね、傾斜によっては。これだともっと傾斜があるところだと危ないので、キックステップできます。トラバースするとき、このときはつま先で蹴り込めないので、側面でしっかりと足場を作りながら行きます。下りの時も大切で、キックステップと同じ要領でかかとから蹴り込みます。こうすると安定した足場を作ることができます。もう本当ガシンと行くぐらい。逆にこれが上に行くとこうやってちょっと滑っちゃうんですよね。足腰に自信がある方、慣れてる方だけでやってほしいんですけど、こういった設計で雪が柔らかければあえて滑れば簡単に素早く下山することもできます。はい、いかがだったでしょうか。もし役に立ったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。